久保建英を相手ディフェンダーが称賛。素晴らしい選手だ。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。12月12日に行われたチャンピオンズリーグインテル対レアルソシエダ戦は、両チームとも得点を取ることができず、試合は0対0の引き分けに。その結果、レアルソシエダがグループ D で1位通過、インテルは2位通過となりましたよね。この試合、久保選手は前半少しおとなしかったものの、徐々にペースを上げていき、後半はインテルディフェンダー陣を相手に3人抜きを行うなど、随所に素晴らしいプレーを見せてくれました。そんな久保選手を海外メディアや相手ディフェンダーが称賛しているようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。この試合、久保選手はスタメンで86分までプレーし、ボールタッチ59回、パス39本、成功31本、キーパス3本、ドリブル4回、成功2回となっています。そのプレーに対し、マドリードのスポーツ紙マルカは、ラ・レアルは右サイドから攻撃を仕掛け、タケの能力を生かそうとした。インテルが首位に立つには勝ち点3が必要にもかかわらず、5バックを敷いてソシエダにポゼッションを譲ったことで、久保は敵陣ペナルティエリアに幾度も迫った。このようにコメントしています。勝つ必要のあったインテルが敷いた消極的な布陣を暗に批判しているようにも取れる内容ですね。続いてバルセロナのスポーツ紙ムンド・デポルティボは、久保のプレーについて、破壊的な選手で、序盤からボールを受け、相手と対峙し引きつけるという仕事を果たし、後半はボールを持ちながらインに切れ込むドリブルでインテルを混乱させた。アルゼン・ザカリアンに素晴らしいパスを出したが、PK を偽装したとしてイエローカードも。と彼のプレーを称賛しながらも、後半31分にイエローカードを取られたシミュレーションには苦言を呈しているようです。さらにバスク地元紙ノーティシャスでギプスコアは次のように評価。ハーフタイムの後、ソシエダはさらなる攻撃を試みるために再度前進し、プレーを右サイドに集中させることで勝負に打って出た。そこでは久保がまるで圧倒的な力を持ったハンマーのように繰り返し攻撃を仕掛けた。彼のパフォーマンスはそのインスピレーションではなく、いかなる瞬間も降参しない彼の精神力によって驚くべきものになった。とポジティブに評しました。また対戦したインテルの地元紙ガゼッタ・デロスポルトは、久保選手に両チーム最高タイの 6.5 を与え、次のように寸評。常に前線で動き回り、相手選手をかわしてボールを保持した。インテルにとって彼を抑えることは難しかった。このように評価し、久保選手をソシエダのベストプレイヤーに選出しています。他にも久保選手のプレーを評価する記事は多かったのですが、ただ後半31分のシミュレーションについては厳しく指摘する記事がありました。アス氏は、寒くて濃い霧が立ち込めるミラノの夜、それまでほとんど活躍していなかった久保が75分、ペナルティエリア内でハカンチャルハノールに対してダイブを犯した。当初主審はそれを PK と判断したが、 VAR はこのような行為を暴くためにあった、と警告を受けたアクションに触れ、サンシーロのように大きなフェイク、このように表現しています。では次に久保選手と対峙したインテルディフェンダーのコメントについて見ていきましょう。記事はサッカーダイジェストから。レアルソシエダの久保建英は、12月12日に行われたチャンピオンズリーグのグループステージ最終節で、昨季準優勝のインテルを相手に好パフォーマンスを披露した。後半には右サイドからの突破であわや PK 獲得という場面を作った。 VAR 介入でシミュレーションと判定され、イエローカードを出されたものの、そこに至るまでの躍動ぶりが印象的だったのは確かだ。対峙したインテルディフェンダーも久保を警戒していたようだ。イタリアのメディアトゥットメルカートウェブによると、3バックの左センターバックとして先発出場し、終盤は左ウィングバックを務めたブラジル代表のカルロス・アウグストは、久保は素晴らしい選手だと話している。僕らは知っていた。今の彼はすでにしばらく前からうまくやっている。
僕たちはうまくやった。とても難しい試合だった。今は前を向こう。そのカルロス・アウグストに対するイタリアメディアの評価はまちまちだ。9大点の6点を中心に5点5点や6点5点と媒体によって違いが見られた。このようになっています。この試合インテルは序盤から3バックを敷き、アウグスト選手はその3バックの左に位置取っていました。まさに久保選手と対峙するポジションだったわけですが、後半のあの3人抜きの2番目に抜かれていた選手になりますね。ディフェンダーとしてはこの試合ソシエダの攻撃を0点に抑えたわけですので、ミッションとしてはコンプリートとなりますが、かなり久保選手に苦労させられたというのが本音なのでしょう。レアル・ソシエダは3回目のチャンピオンズリーグ出場で初のグループステージ1位通過。次のラウンド16の抽選会は日本時間で12月18日20時からとなり、そこで次の対戦相手が決定します。1位通過のソシエダは同組インテルを除く各組2位のどこかと対戦することになりますので、対戦する可能性があるのがこちらの7チーム。正直なところ鎌田選手のいるラツィオや強豪パリサンジェルマン、このあたりは個人的にはできれば当たってほしくないなぁと。もちろんナポリやライプツヒも強いチームですし、それ以外のチームもグループステージを通過してきているので強豪であることは間違いないですよね。ここからは本当にどこも強いチームばかりです。久保選手も鎌田選手もアジアカップに招集されると、次のラウンド16ファーストレグは日程的に厳しくなる可能性がありますが、ぜひ怪我なくコンディションを維持して素晴らしいプレーを見せてほしいと思います。また先日怪我をしてしまった冨安選手は、怪我を完全に治して一日も早くあの舞台で活躍することを願いたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。